はい、こんにちは。今日はですね、クレートかキャリーとも言いますけど、クレートのサイズについてお話ししていきたいと思ってます。で、こちらからですね、これが一番大きいサイズ、うちで今一番大きいサイズなんですけど、これがまあ定番のバリケンでいうね、基準で説明すると XL になるのかな、500とかっていう、昔500とかって言ってたサイズですね。ほら、あーちゃん何やってろ。それでこれが400ですね。今L かな、 L。 それでこれこの間買ったんですけど、これバリケンのML っていうサイズになるんですかね。それでこれもちょっとバリケンと違うメーカーなんですけど、その ML サイズのクレートになってます。でこれが200っていうやつですね。これが M になります。でこれが 100S ですね。それでこれ昔うちでフレンチブルドッグ飼ってたんですけど、フレブルが入ってたやつで、もう今これ宅配ボックスってなって、宅配ボックスに使ってます。それで今うちでね、この子シェパード犬なんですけど、メインで使ってるのがこの300っていうサイズですかね、なってます。それでちょっと古くなっちゃったんで、新しいバリケン、ペットメイト社のバリケン買ったんですけど、これが一番メインでね、輸送時に使ってるサイズです。それでこれがね、400っていうサイズなんですけど、多分シェパードなんメーカーで推奨されてるシェパード犬に対してのね、多分メーカーでね、一番推奨されてるシェパード犬なんかに対してのサイズだと思います。で今ハスク入りましたけど、これがね500っていうやつで、これ実はね、ハスク夜はガレージで寝てるんですけど、その時にこの中でね入って寝てます。でちなみにですね、この200っていうサイズですね、これにちょっとハスク今入れてみます。ハスク、かい、かい、あれ、こっち、こっち、ハスね、ハス、ハス。ね、これでもね、こうやって回れるし、十分。これで、人間って何ですか、エコノミークラス症候群とかって言って、狭い空間でずっといると血栓ができちゃったりっていうエコノミークラス症候群になるんですけど、犬ってそういうのならないんですね。まあ理由はねちょっとよくわからないんだけど、犬ってなった犬っていないらしいです。で今も見てもらう通り、もう十分ねこの中でもくつろげる状態なんで、200でもいいのかなっていう感じもしちゃったな今ね。それでうちがね、小さいサイズのバリケンを選ぶっていう理由なんですけど、まず第一に価格ですね。小さい方が安いに決まってますもんね。それと第二番目に、輸送時に車に乗せるときに、まあ多頭飼いの家なんかもあると思うんですけど、こういうの2つね並べて乗せられない車とかもあるし、そういう時にやっぱり小さい方が数乗せられるっていうこと、あと一番ね大事な理由っていうのが、犬ってやっぱり狭いところが好きなんですね。それで
狭い空間っていうのが一番犬が落ち着くスペース。でさっきもこの200でも余裕で入れてるし落ち着いてましたよね。今ねハスクなんかハスク、あれスリッパ盗んできましたね。ちょっと撮影ストップします。ハスク、ハス、ハス、あ、そっち、よし、しっかりね。今ハスクね、スリッパね盗んできたんで、ちょっと今撮影中断しましたけど、はい、それでどこまで話したんだっけな。それで犬って狭い空間がね好きなんですね。さっきもこの200ですか、この中でもね十分くつろげるぐらい。それでエコノミークラス症候群ですか、ああいった血栓ができたりとかっていうのも犬はないっていうことで、それでね極力小さいクレートをうちはメインで使ってます。じゃあね試しにこの一番小さいやつ、これにね入れるかちょっとやってみますね。ハス君、はい、かい、こっち走ってみます。さすがにねこれは無理ですね。じゃあこっちは、よし、もうね十分ね回れるもんな。じゃあハスク、はい、かい、走して、走して、よしから、よしから。それで今こうやって立った状態でもね、ちょっとここに中腰ぐらいにはなるんですけど、輸送の時はね、本当に完全に立った状態っていうのは極力ない方がいいかなと自分は思ってます。ね、不意に揺れた時とかそういう時にね。完全に立った状態でいるっていうのはね結構危険な時があるんですね。それでこれ400ですね。400ってなんかそう考えるとうちにとって一番中途半端なサイズになるんですけど、じゃあ何であるんかっていうと、やっぱり犬もねいろんな大きさの犬がいるんで、昔ねロットワイラーとか飼ってまして、やっぱりハスク、今いるハスクよりも二回り三回りぐらいでかかったのかな。そういう子用にあるんですけど、なんでこれはほとんど今は使ってませんね。なんでちょっともうこんなホコリだらけになってるんですけどね。じゃあねこの XL にねハスクを入れてみます。ハスク、ハスク、ハスク、よし、こんな、じゃこんな感じですね。ね、上もねこのぐらい空いてるし、輸送時にやって犬が立った状態で冬に揺れた時に結構危険な状態になる時があるんで、もうこれは完全にハスククラスの犬の輸送には使えないサイズですね。でそう考えるとやっぱりこれが一番ベストかな。ハスク、はい、走って、走っ、うん、走って、よーしからな、こんな感じでね、うん、はいはいはい、ね、一番落ち着くのはお前な、これかな。いいよ、うん、そこがいい。こういう感じでね、犬ってこういうクレートが一番落ち着くんですね。よくまあ輸送には使ってる人ほとんど見ないんですけど、ケージ、網の檻みたいになってるケージですよね。あれはねもうほんと最悪っつうか、まあ、
はっきり言って最悪、犬にとって最悪だと思ってます。とにかくね、落ち着かないのと、例えば分かりやすく言うと犬が排便とか排尿するときに、よくちょっと隠れたところとか目につかないところとか行ってうんちとかねすることあるなって思うんですけど、あれって恥ずかしいっていう気持ちは犬にはなくて、うんちとかするときは一番犬にとって無防備な状態なんですね。なんでその無防備な状態なので、ああやって外敵に気づかれないようにな状況の場所でやるっていうことなんですね。それでまあこうやって寝る時とかもそれと一緒で、やっぱりこうやったまるっきりケージみたいに素通しのものよりもこういったね、まあちょっとこういうとこ風通しいいように作ってあるんですけど、そういうところが犬は落ち着く、そして狭いところも落ち着くっていうことなんですね。まあ見た感じ一番落ち着いた感じかな、ハスクな、これがな。どうですかね、今ハスクがこの ML っていうバリケンでいうサイズの中にいるんですけど、全然狭い感じしませんよね。一番落ち着くスペースのように見えます。逆にあれかな、やっぱり輸送時はちょっとこれでも大きすぎぐらいかもしれないですね。